でも先生ね、ほんと嘘みたい。大変でしょ。どうだろう。みんな結構言うこと聞くしさ。それじゃあ、あんたは当分先かな。でも彼氏くらいはいるんでしょ。同僚あたりかな。それとも出会い系とかじゃないでしょうね。何言ってんの、そんなこと。彼氏なんて隠すことないでしょ。それともまずい関係とか。あ、まさかあんた。ちょ、変なこと言わないでよ。だいたいまずい関係ってさすがに今は。今はね、やっぱりいるんだ。で、どんな人？何教えている人？何も教えてないけど。それとも相手は生徒とかって？あんたマジ？ちょ、それ犯罪じゃないの？犯罪って？だってねえ、何？それじゃあね、そのお姉さんが教えてあげるとかやってんの？あやか、結婚したばっかなのにおかしなこと言ってんじゃないわよ。それはそれでしょ。なんかいいな、年下の子を自分好みに染めちゃうの。バカなこと言わないでよ。もういやらしいわね、そんなこと。思っているな、その顔は。あ、可愛いんだろうね。何言ってんのよ、可愛いけど。はあ、これだ。でもちゃんとけじめつけなさいよ。年上なんだからきちんとしなさい。うるさいわね、分かってるわよ。まあ、やけどしないようにね。というか、させないようにね、か。大きなお世話よ。そんなこと、わかってる。わかってるわよ。覚悟はしてるもん。だから約束したの、二人で頑張ってこって。ちゃんと頑張ってるよね。仕事押し付けないでっての。ごめんね、用事頼まれそうだったから逃げてきちゃった。いけないいけない、顔見たら気が緩んじゃった。さて、なんで呼ばれたか分かってる？その顔分かってないわね。やだ、そんな泣きそうな顔して可愛すぎるんだけど、どうしよう。10時5分、11時17分、13時42分、14時32分。何してたの？戸惑ってる。どうしよう。困った顔見てると、なんか、やばいかも。寝てたでしょ。頑張るって言ったよね。二人のために勉強もっと頑張るって。嬉しかったな。他の先生に聞いたよ。最近成績が下降気味だって。こんなんじゃダメだよ、本当に。こんなことが続くようじゃ本当。だから特別指導よ。ちゃんと勉強するように。え、今度の試験で見返すの？本当に？それじゃ結果で証明してもらおうかな。ただし態度でも示してほしいかな。授業中に居眠りなんて、私の彼氏なら
そういうことはしてほしくないかな。ね、示して。合格。また私ったら、こんなのダメなのに。これ以上本当にあの子のためにも。けじめはちゃんとつけときなさい。傷は浅いうちにしといた方がいいわよ。何かあってからじゃ遅いんだから。分かってる、分かってるもん。だけど あれ、もうこんなとこ。いつものこと、一緒に歩くことなんてできないもんね。そう、ここで別れて、先生と生徒、これ以上はダメ、ダメなんだから。年下に興味ないとか言ってたくせに、案外コロッとなってたりして。ダメだよ、ダメ。これ以上超えたらダメ。ねえ、うちに来る？まだ一緒にいたい。さっぱりした。あれ、宿題やってるんだ。えらいえらい。ん？わからん。もう、これはね。ん？あんたと違って、その子はこれから何年もあるんだから、きちんと。ね？だいたい、年が離れてたら、すぐに飽きられちゃうわよ。おばさんなんだから。あ、真央？妹さん？あの女、私のこと。